シドニーオリンピックレスリング日本代表宮田和幸。オリンピック行っちゃったり、アマチュアで上バンバン行ってる人は申し訳ないけど違う生き物なんですよ。違う人間なんです。ライトウェイト級チャンピオンリングスオーストラリア、イアン・シャーパー。高速パンチで宮田の首を狙う豪州のハリケーン、イアン・シャファー。 19.7kg レスリングシドニーオリンピック代表、宮田レスリング日本代表、日の丸の重さを知る男、宮田和幸。ジャッジ平直之。リングサイドには妻の智香さん、そして長男の風海君5歳も見つめています。レスリングではエリート階等をひた歩んできた、オリンピックにも出た男が全てを捨ててこのヒーローズのリングに上がります。谷川さん、相当な思いでしょうね。はい、この筋肉がですね、見てください、本当にレスリングの選手の体、独特なものありますね、はい、中でも宮田選手ってこれね、本当にいい体してるんですよね。抜群の身体能力を持ちますこの宮田の肉体、さあ躍動するか。ジャッジラウンド1、はい、男宮田いざ勝負。相手はイアン・シャファーです。立ち技ではですね、イアン・シャファーの方が強いと思いますので、はい、宮田選手がいかにテイクダウン取るかですね。一発当たったら相手の回転パンチ、高速パンチをもらうかもしれない、うん、そういった意味では自分の土俵レスリングで戦っていきたい、そう話していました宮田和幸です。さあ飛び込んでいく、この高速タックル、高速タックル、ね、まずは相手を倒していきました高速タックル。船木さん、ここからですね、はい、そうですね、この右足なんですけども、これもしかしたら武田選手のローの後遺症じゃないですか、うん、なるほど、まだ1ヶ月経ってないですから ね、そういう意味では武田選手も本当キッド選手が前日に本当試合キャンセルしてますので、はい、もう1日で決断したっていうか準備なしに出ましたんで、そうですね、そのあたり、まあ、とにかく K1MAX、まあ、自分がアマチュア時代からも武田選手のことは尊敬したいし、その武田とやれた、しかしあんな試合じゃダメなんだということを言っていました。このシャファーも柔術を学んでいますから、ね、なかなかこの宮田を入らせてはくれません、スタンド、ここでスタンド、はい、ヒーローズの一つのルールの特徴として、膠着したらすぐに立たせると、はい、膠着ブレイクありっていうことですから、この逆三角形、金髪の日本の宮田、肉体がどう踊ってくるか、そして、まあ、自らのパンツには息子さんの名前も入れています、とにかく、まあ、強い父親を見せるということではなく、とにかく家族のために戦うと話していた宮田です、そういった綺麗事は一切ありません、家族を養っていくためにも、この宮田は今日勝たなければいけない。宮田選手もね、力あるんですけど、はい、イアン・シャファー腰が重たいですね、まあ、なんといってもこのオーストラリアのシャファーは父親も格闘家、極真空手をやっていたということもあって、まあ、空手からスタートし、うん、プロボクサーとしても今はやっています。打撃の選手ですよね、はい、さあ持ち上げて投げる、持ち上げて投げてきました。今回はレスリングの派手な技、スープレックス系も多投していきたい。下寄せ、ワンツー、ワンツー、ワンツー、ウッとぐらついた、いや今は当たってないですね。さあローキック、ハイキックも見舞っていく、この辺りは武田との打撃の経験もあります。どういったタイミングでタックルに入っていくか、まあ、相手も宮田選手がタックルが鋭いんでなかなか打撃が出せないと思うんですけどね、さあ飛びついて膝を出していこうというところ、まあ、アマチュア時代からやはり、まあ、勝負に徹するではなくこのプロのリングのように、あ、タックル、ナイスタックル、ナイスタックル、相手を持ち上げます。いや船木さん、はい、ただのタックルではなく持ち上げながら回転させていきますね、しっかりと両手でクラッチ組んで、はい、でも完全にもう上半身も浮いて下半身も浮いて、もう本当にタックルですよね、すごいいいタックルでしたね今は。シャファーがここはロープの外に出たのでドントムーブからのスタートになります。リスタートです。ここからどう決めてくるか、アームロック、あるいは腕十字、あるいはアンクルホールド、そういった技今回は覚えてきたと話していた宮田です。そうですね、宮田選手やっぱりタックルでテイクダウンはこうもう取れると思うんですよ、はい、ここからですよね、まあ、船木さん、アマチュアレスリング出身の選手は決め技ですよね。そうですね、残り時間早くも1分です。どう決めてくるか、足首を取るか、さあ向かっていきます。10歳からレスリングを始めてきましたこの宮田、中学、高校、そして大学でも日本一を経験、シドニーオリンピックレスリング日本代表の選手。
イアンシャワー選手も、はい、柔術の経験ありますので、下からの十字固めだけ気をつけた方がいいですね。なるほど、はい、そのあたりは頭に入っているか。あまりパンチだけに気を取られていると一瞬の隙を突いて腕を取られます。今徐々に入ってますよ。これさあ腕を取りに行くか。十字か十字です、ね、下からシャファー十字を狙っていく。第1ラウンド30秒を切りました。できるだけあの手を伸ばさない方がいいですね。手を伸ばさない、はい、3戦目のキャリア、いよいよこの宮田の進化が問われる3戦目になります。ずば抜けた身体能力でレスリング界でも宮田という名前はひときわ輝いていました。プロのリング家族を支えた。ジャンプだ。踏みつけていった。パウンドか、パウンドか、殴っていくのか、殴っていくか、殴って、殴った、殴った。ここで第1ラウンド最後の最後、宮田殴りかかっていった。次が楽しみです。ちょっと足がもつれたか。宮田ブルーのロングパンツ、金髪のこの日本の宮田、シドニーオリンピックレスリング代表、タックルの凄さを見せていますが、そこからどう決めていくか。おっと足の滑りを止めたのはシャファーです。シャファーもね、一発で倒す力はありますから、本当パンチは強い選手ですかね。タックルに行く。持ち上げて倒せるか。下シャファー、だいぶ相手のタックルに、はい、宮田陣営ね、いつでも自分のタイミングでタックル入れるけれども足関節狙えるぞと、そういう指示飛んでます。はい、宮田サイドは初田圭介アナウンサーです。という、まあ、船木さん、宮田サイドからは足関節というのが出ましたね。ただですね、ここまで来るとかなり汗でずっと、ちょっと滑ってますね、滑ってしまうんですよ、そして宮田の方のこの総合プロのリングでのスタミナはどうか。左のフックを合わせながら前に出ていく宮田です。小笠原さん、はい、青のイアンシャファサイド、なるべくやっぱりね、グラウンドには持っていかれないようにと言ってますよね、うん、ただ持っていかれてももっともっと自分から動けるだろうとね、大きな声飛ばしますね、はい、まだこっちにも勝機があると話をしています。シャファーサイドは藤森翔平アナウンサー、ちょっと足が滑りました。シャファーです。でもシャファーも大したもんですね。だいぶタックルにスピードついてきましたよね、この辺りはトータルファイターとしても豪州のハリケーンイアンシャファーです。ローキック、コツコツキックを当ててくるシャファー、これは不気味です。胴タックルから足にいってほしいですね。胴タックルから足、はい、片足タックルで持ち上げて、フリースタイルで、まあ、オリンピックには出ましたがグレコローマンもやれる選手、とにかく捕まえて持ち上げて投げる、そういったことにも長けている宮田です。両方やりますからね、はい、珍しいんですよね、そういった意味では本当にこの総合のリングでは宮田は生きるでしょう。タコをタックル切ってくる。ちょっと宮田選手のスピード落ちてきましたね、ちょっとなんか口開いてますし、はい、スタミナがちょっと切れてるかもしれないですね、早いところで勝負を決めていきたいと、まあ、戦前は語っていた宮田、このローキックスピードを止めてきます。イアンシャファー、ヒーローズのリング、とにかく中量級、自分がヒーローになりたい、そう話していた宮田。3分を切っています。ちょっと宮田選手の手数がないですね、ワンツーシャファーです。追いかけてくる左、少し足がもずれてきたが、タックルに行く、どうか、このタックルはどうか。横行ったですね。横は膝を当ててくる、逆に追勢、これ持ち上げたですね、持ち上げていけるか、抱えてスープレックス、そろそろさまざまなスープレックス、ゆっくりとグラウンドに持っていく。テイクダウンしました、ね、まずはテイクダウン、相手の上に乗って腕伸ばさないように、不注意に伸ばすと逆十字きますから、はい、気をつけた方がいいですね。ここから足関節も狙えるぞと宮田陣営からは飛んでいます、声が飛んでいます。時間がないですから、思い切って足も行ってもいいと思いますよ ね、 そうですね、体を起こして、そういった意味ではアンクルホールドを、まあ、今回磨いてきたという宮田です。素晴らしいタックル、素晴らしいスピード、まあ、一流企業サラリーマンの道を捨てて、あえてこの四角いリングでブロアッと腕を取りに行く、腕を取りに行く、シャファー腕を取りに行く、宮田抜けられるか、宮田抜けられるか、残り時間まもなく1分30秒になります。今抜いた方がいいですね、すぐすぐに抜いた方がいいですか、はい、すぐ抜いた方がいいですね。やっとまた入ってくるか、アームロック、あ腕を決めてくる、腕を決めてくる、さすがこの辺りは柔術仕込み、完全に足をフックしてアームロック、危ないですね、アームロックを狙っていく。クラッチが外れたらちょっと危ないですね。1分半、残りは1分半、今抜いた方がいいね、抜けるか抜けるか抜けるか、宮田今抜いた方がいいですね。この太い腕、二の腕がメシメシと音を立てない前に宮田抜いていきたい、あの一気に抜いた方がいいですよ、一気に、はい、さあ時間が刻まれていきま ます、ね、ここは宮田勝負、宮田勝負、鉄井を見下ろす、1
ました。ファイナルラウンド宮田人生をかけた大勝負。さあ1分だ、1分でどうできるか。さあギロチンチョークか、ギロチンチョークなのか。足いってほしいですね。一瞬ギロチンチョークを狙いに行きました、はい、ちょっと上はやっぱりガード硬いですね、はい、やや疲れも見える宮田、しかしもう時間はありません。ちょっと疲れてますね。シドニーオリンピックレスリング日本代表、ま、腕狙ってますよ。あ、腕を取りに来る十字架さあ足は十字架、十字架。しかしここはパスガードできるか、できない。30秒切った。パンチを下ろしていく、パンチを下ろす、ここはシャファーがしのぐ。宮田が上からパンチを下ろす。残り時間は15秒。宮田パンチを下ろ す, 危ないです、ね、腕を取りに来る。最後抜けられるか。8秒7秒。シドニーオリンピック日本代表の宮田和幸、このヒーローストリング、ここでゴング、宮田のゴングを聞きました。ただいま1対1の集計を行います。さあ判定です。ジャッジは29対28、青岩シャファー、1人目はシャファーです。ジャッジ磯野、29対27、赤宮田勝利。さあ2人目宮田、1対1。ジャッジ平30対29、青岩シャファー。シャファー判定1対1、宮田ヒーローズ飾れませんでした。やっぱり打撃ですかね、うん、打撃のポイントですかね。3ラウンド取りましたね。3ラウンドのポイントを取ったんじゃないですかね。シドニーオリンピックレスリング日本代表宮田和幸、ヒーローズのリング判定でシャファーに敗れました。